はい、どうもこんにちは、てらいです。今回はですね、バイマのメリット、デメリット、こちらね、詳しく解説させていただきます。僕はね、このバイマを長くやっており、バイマの魅力についてはですね、たくさん知っているんですけれども、もちろんこの魅力として伝えたいいい面もあればですね、おいおい、これは他の物販の例えばメルカリとかの方がいいじゃんというような思うような悪い面もあったりします。今回ですね、そんなバイマのいい面と悪い面お話しさせていただけたらと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。僕は普段ですね、バイマ物販の先生をしており、 YouTube で初心者の方向けにですね、解説動画の方投稿しております。バイマの始め方だったりとか、収益を増やしていく方法ですね、解説させていただいておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また個別相談も実施させていただいておりますので、概要欄の LINE アットお友達追加の方よろしくお願いします。いきなりですが、この結婚のメリットとデメリットって皆さん何だと思いますか？メリットは例えば、この好きな人とずっと一緒にいれるとか、家庭を築くことができるとかあるかなというふうに思います。一方ですね、デメリットは、まあ、自分のお金だったりとか自分の時間が、ね、減るということでしょうか。でですね、このメリットとデメリットはですね、まあ、この物事にはまあ何にでもありですね、これをよく知ることで、この事柄の全体像というのが見えてくるかなというふうに思います。さらにですね、この事柄がまあ自分に合うものなのか合わないものなのか、それを認識するきっかけにもなるかなと思いますので、今回ね、バイマのメリット、デメリット、お話しさせていただきますけれども、この動画でですね、よりバイマのことを知っていただけたらなというふうに思います。メリット、デメリット、5つずつ、紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。まずはメリットから5つお話しさせていただけたらと思います。で、1点目ですね、スマホだけでできるという点になります。まあ、スマホだけでね、このバイマっていうのは稼いでいくことができます。まあ、今でこそですね、僕もこの MacBook 持ってますけれども、僕がね、このバイマ始めた時というのは、このパソコン持ってなくて、このスマホだけでですね、バイマをやってました。まあ、実際ね、この日々のリスト作成だったりとか、出品さんとのやり取り、バイマとのやり取り、海外とのやり取り、まあ、このね、お客様やり取りもそうですけども、この全てね、このスマホで完結することができます。これでですね、僕もこのバイマで実績積み上げることできましたので、まあ、パソコンとね、何ら変わりなく、今パソコン持ってないよ、これバイマできないのかなと思っている方、スマホだけでもできますので、こちらね、知っておいていただけたらと思います。こちらメリット1点目、スマホだけでできるというところにあります。続きまして、メリットの2個目ですね、お話しさせていただきます。こちらですね、無在庫で始められるという点になります。これはですね、バイマ最大の特徴と言ってもいいかなと思うんですけども、まあ、お客様のオーダーに基づいてですね、そのオーダーされた商品を注文後に買い付けて、それでお客様に送ると、これでですね、バイマでは利益を出していくことができます。例えばですね、このメルカリとかアマゾンだと、こういった無在庫での販売運用というのはですね、認められてないんですよね。まあ、例えば仕入れなきゃいけないと、そういったね、プラットフォームであれば、この仕入れた商品が売れればもちろん利益になるんですけども、売れなかった場合ですね、在庫リスクといって赤字になってしまいます。まあ、そういったね、この在庫リスクってところから、まあ、無縁のところでですね、ビジネスをスタートさせていただくことができますので、このバイマ、おすすめの点として挙げさせていただけるかなというふうに思います。こちら2点目、無在庫で始められるという点になります。ではですね、メリットの3つ目お話しさせていただきます。こちらですね、副業から始めて3ヶ月で会社員の月収以上を狙えるという点になります。これ副業から始めてというところなんですけれども、僕もこの生徒さんを教えさせていただいていると、やはりこの会社員の副業って方が多いですね。でその中でこの会社終わりの時間とか、まあ、隙間時間とかお昼休みですね、そういったとこを使っていただいて、まあ積み上げていってですね、大体20万から30万ぐらい3ヶ月目稼げる方が多いかなというふうに思います。またですね、頑張り次第ではまあ50万以上3ヶ月目で稼いだって方もいらっしゃいますので、この点ではですね、この副業から始めて、まあ、3ヶ月ぐらいで結果が出てくるというのはですね、一つの大きな魅力なのではないかなというふうに思います。で、4つ目お話しさせていただきます。こちらですね、場所にとらわれないというところになります。これはですね、もうパソコンとスマホだけあればこのバイマというのはできますので、例えば旅中であったりとか、それこそ最近のコロナ禍の在宅ワークだったりとか、自宅でもね、場所とらわれずこのビジネス稼いでいくことができるというところがね、非常に一つの大きな魅力かなというふうに思います。まあ、各有僕もですね、本当にね、旅がもともとめちゃめちゃ好きで、一人旅とかね、行っちゃうタイプなんですけども、その中でもですね、こういったスマホかまたパソコンさえあればね、稼いでいくことができるというところね、まあ、非常に僕にもね、嬉しいところかなと思いますし、おすすめできる点かなというふうに思います。
最後5つ目ですね。こちらね、最終的にはフル自動化で不労所得も目指せるという点になります。まあ、僕もですね、バイマ今1時間も毎日やってないですね。それでまあ月々この100万ぐらいバイマでですね、物販で稼いでいますので、そういった中でですね、この秘書アシスタントというのをね、自分の分身を作ってですね、それでもう自分がやってたことをね、管理させていくと、そういったことができるかなというふうに思います。そもそもこの出品で日々出品していくことというのも初めからこの外注化しますし、この海外の買い付けパートナーも外注化していきます。で、その僕がもともとね、自分がやってたこのリストアップだったりとかリサーチ、お客様対応ですね、そういったものも今の僕みたいにですね、こういったアシスタントをつけていくことができればですね、ほぼほぼフル自動化でこの不労所得っていうところにね、つながっていけるかなと思いますので、こちらもですね、5点目、素晴らしい理由になってくるかなというふうに思います。こちら5つ紹介させていただきました。続きましてですね、こちらデメリットをお話しさせていただきます。これはですね、売上が立つのが他の物販に比べてちょっと遅いというところになるかなというふうに思います。例えばこのメルカリとかだとですね、初月から徐々に利益を出すことができるんですね。でもバイマンはちょっと違います。初めの1ヶ月目は出品の外注化だったりとか、リサーチの精度を上げたりとか、海外買い付けパートナーとの契約とか、やることがたくさんあります。このね、稼ぐための歯車を作っていくという作業ですね。その歯車を作って1回転目回すという作業がですね、この1ヶ月目ありますので、ここがね、1点目、売り上げが立つのがですね、他の物販に比べて遅いという部分になるかなというふうに思います。ただこのね、歯車が回り出せばですね、全体として稼ぐサイクルができてきますのでですね、まあ、平均はですね、月収で1ヶ月目は、だいたい1万円ぐらいであるかなというふうに思うんですけども、まあ、2ヶ月目から、まあ、5万から10万ぐらい、3ヶ月目はですね、20万から30万ぐらい平均して狙っていくことができるかなと思いますので、こちらね、知っていただけたらというふうに思います。これまあデメリットになるかなと思うんですが、1点目、売り上げが立つのが他の物販に比べてちょっとだけ遅いというところになるかなというふうに思います。デメリット2点目お話しさせていただきます。こちら、大きく利益を得ようと思うと資金が必要というところになってきます。先ほどバイマのメリットとしてですね、無在庫で始められるよというところをお話しさせていただきました。お客様のオーダーに基づいて仕入れて、利益を出していくというようなスタイルなんですけども、この無在庫に対して有在庫という考え方があります。この有在庫ですね、この目利きとこの資金力が必要になってきます。このね、あらかじめ商品を買っておいて、で持っておいて、でお客様のオーダーに基づいてそれを発送していくと、これはですね、手元在庫ありで、すぐ届くだったりとか、確実に取引ができるというところですね、無在庫に比べて付加価値が生まれますので、この有在庫をより大きく利益を上げていくことができます。例えばですね、有在庫を扱うと無在庫だと 2,3 万ぐらいしか1回あたり取れなかった利益がですね、この有在庫にすることで3万から5万ぐらいになったりとか、まあ、このね、よりね、効率的に稼いでいくことができるわけなんですよね。まあ、これはね、事実としてあるんですけれども、まあ、初心者の方、はですね、無在庫から始めてですね、現金を増やしていって、で最終的にこの有在庫を取り入れていければいいかなというふうに思いますので、初めは無在庫からやっていただけて良いかなと思います。デメリット3つ目ですね、こちらお話しさせていただきます。これですね、入金のタイミングが他の物販と比べて少しだけ遅いというところになります。例えばこの国内買い付け、今仕入れてお客様の元に送って、売上が利益乗って着金すると、この期間だいたい10日から14日ぐらいかなというふうに思います。まあ、この国内買い付けであればまだいいんですけれども、この海外取引となると海外から送ってくるこの時間がありますので、だいたい4週から5週ぐらいこうやってかかることもあります。まあ、その間ですね、まあ、非常に不安になりますよね。このクレジットの支払い間に合うのかなだったりとか、自分の現金がそれこそ1ヶ月近くですね、自分の手元を離れてる期間があるということですよね。まあ、これはですね、事実としてあります。こちらね、知っといていただけたらと思うんですけども、まあ、このクレジットの支払いについてはですね、まあ、基本的には、全て間に合っていきますし、まあ、このクレジットのね、支払い間に合うかな間に合わないかなと不安に思われる方はですね、まあ、この現金を借り入れて運用していくというテクニックもありますので、これはですね、この内容としてはね、ちょっと細かくなりますので、ちょっとここでは割愛させていただきますけれども、まあ、このクレジットが支払い日に間に合わないという概念からですね、まあ、そういった現金を借り入れると解放されていくかなと思いますので、まあ、そういう方にはですね、この現金での運用もお勧めさせていただいております。入金のタイミングが他の物販と比べると少しだけ遅いというところになります。で、続きましてですね、こちら4つ目、デメリットをお話しさせていただきます。外注さんを使わなければ稼げないという点になるかなというふうに思います。これですね、先ほどからもこの外注化というワードを出させていただいておりますけれども、まあ、このバイマではですね、この実にたくさんの仕事、まあ、リサーチ、出品、リストアップ、海外とのやり取り、お客様やり取り、事務局とのやり取りとかですね、たくさんの業務がある中でですね、この外注化は避けては通れないとこかなというふうに思います。この雇っていくという中でですね、この雇った経験もないというところでですね、初心者の方ですね、この不安に感じる方多いかなというふうに思います。まあ、です
が、まあ、このやってみると分かっていくと思うんですけども、この出品さんだったりとか買い付けさんとのこの日々の対応のパターンというのはですね、まあ、ほぼ決まっているのでですね、まあ、やってみるとそこまで難しくないということが分かっていただけるかなというふうに思います。また対応のマニュアル等もですね整備すれば、まあ、簡潔に業務内容を伝えていくこともできます。またこれらをね整備することでですね、出品数を大きく伸ばして新着順で大きくマーケティングできたりとかですね、まあ、世界中の商品を仕入れることができますので、大きく利益を伸ばしていくことができると思います。ここ外注化は必須、避けては通れません。この4つ目の項目としてはですね、ちょっと難しい、外注さんを使わなければ稼げないというところになるかなというふうに思います。はい、ではですね、こちら最後デメリットになりますけれども、5つ目、英語対応もあるよというところになります。まあ皆さんどうでしょう、この英語というのは得意でしょうか。このね英語なんですけども、バイマにはですね、この日本語版バイマと英語版バイマというのがありですね、まあ、日本語版バイマはこれもちろん、日本のお客様から問い合わせが来るんですけども、英語版バイマこれはですね海外の人から英語で問い合わせが来ます。その時はですね英語で対応しなければいけないというのも事実としてあります。でですね、この英語ができないよ、不安だよと思われた方いるかもしれないんですけども、こちらの方もですね、やはりこの英語でですね適切に回答していかなければならないです。まあ、このね英語版バイマやらないという選択肢もあるんですけども、できればこっちはやってほしいですね。この英語版バイマですね、まあ、実はこのテンプレートとかもですね、できない日本人向けにですね、この海外の人からこういうことを言われたらこういうふうに返してね、こういうこと言われたらこういうふうに返してねというふうにね、割と手厚くですねこのテンプレートも用意されています。またですね、この Google のエキサイト翻訳とかもですね、最近はかなり精度も高く優秀なのでですね、これも使ってですね適切に会話していくことはできるかなというふうに思います。またですね、この英語版バイマの特徴としてですね、まあ、僕の肌感覚なんですけれども、この在庫ありと回答した場合ですね、まずは在庫ありますかというふうに聞かれてですね、在庫ありと回答した場合ですね、お客様の意思決定率が高いと思います。というのは、在庫ありと回答した場合、お客様がじゃあ買いますと言っていただける冷やかしじゃない方の人数ですね、これが非常に高いかなというふうに思います。よってですね、この英語版バイマもですね、取り入れていくことでですね、国内版バイマと合わせて利益大きく上げていくことができますのでですね、これもね、取り入れていっていただけたらと思います。デメリットとしては確かにあります。こちらですね、英語対応があるというところになります。こちら5つ目になります。最後ですね、英語版バイマとこの日本語版バイマのちょっとした違いもお話しさせていただきました。まあ、英語版バイマはこの在庫がありと回答したらですね、購入意思決定率がね高いとお話しさせていただきました。まあ、こういったね顧客層による行動の違いというテーマはですね、いろんなシーンで見受けられます。例えばですね、エイソスとかナイキとか、プチプラのねブランドの購入者とですね、ハイブランドの購入者の違いなどもあります。これはですね、プチプラの購入者はより安い値段を求めてですね、この買っていく消費行動をしていくというに対してですね、ハイブランドの購入者は国内にないだったりとか、この商品のプレミア性を認知してですね、高値で購入してくれたりとかいった違いもあったりします。このバイマのショッパーとして大きく利益を出していきたいのであればですね、ハイブランドを適切に扱ってですね、単価を上げていくことをお勧めします。で、最後まとめになります。ではメリット、バイマのメリット5つですね。1点目、スマホだけでできる。2点目、無在庫で始められる。3点目、開始3ヶ月で会社員以上の給料を狙うことができる。4つ目、場所にとらわれない。実際に旅中でも在宅ワーク中、自宅でもできるというところですね。5つ目、最終的にはフル自動化で不労所得も目指せるというところになります。では後半ですね、バイマのデメリット5つですね。こちら1点目、売上が立つのが他の物販に比べてやや遅いというところ。2点目、大きく利益を得ようと思うと資金が必要と。3つ目、入金のタイミングが、他の物販と比べて少し遅いよというところですね。で、4つ目ですね、難しい、この外注さんを雇うのが必須というところですね。で、5つ目、英語対応もあるよというところをお話しさせていただきました。こちら参考にしていただけたらと思います。はい、では最後まで動画見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄ではですね、動画の内容にしてほしい内容を大募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたらと思います。また概要欄にはですね、過去私が教えてきた生徒さんへのインタビュー動画だったりとか、バイマで稼ぐための方法ですね、解説した動画載せておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。それではですね、今後もですね、このようなバイマに関する投稿ですね、させていただきますので、この動画いいねと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録していただけたら嬉しく思います。それでは今回の動画はこれで終わりとなります。最後までご視聴ありがとうございました。失礼させていただきます。